モーツァルトのメヌエット、フルートジェームズ・ゴールウェイ、ピアノフィリップ・モールでした。拍手に応えてアンコールの3曲目はジェームズ・ゴールウェイの小さな縦笛独奏です。この縦笛はゴールウェイのふるさとアイルランド地方でよく使われる楽器だそうです。曲はアイルランド民謡メドレーです。アイルランド民謡メドレー、小さな縦笛を初めのうちは片手で吹いていましたが、途中でもう一本をポケットから取り出すと2本の笛を口にくわえて演奏、まさに名人芸です。明るい表情を体全体にみなぎらせて聴衆を魅了しました。
ジェームズ・ゴールウェイ・リサイタル。次はピアノのフィリップ・モールを伴っての登場です。Rimsky-Korsakov, Flight of the Bumblebee. リムスキー・コルサコフ作曲、熊蜂は飛ぶ。フルートはジェームズ・ゴールウェイ、ピアノはフィリップ・モールでした。拍手に応えて、再びジェームズ・ゴールウェイ一人の登場です。